ナッピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、 YouTuber の皆さん、お元気ですか？フナピーも元気でしょって言った感じでやっていきますわね。はい、今日もフナピー島パトに行ってまいりました。今回もヒラさんと太陽さんがタッグを組んだ最強コラボの第2弾、フナピーが気に入る新商品、今回は2点購入してまいりました。まずは、はい、こちらでございます。テレコスクエアタンクトップでございます。商品情報はこちらでね。サイズ展開は LL と 3L、 フナピーは LL でございます。カラーバリエーションはこちらの合わせ色オフホワイトとブラックとキャメルの3色展開となっております。お値段は税込み1089円でございます。はい、去年こちら大好評で再販されて、今回は改良されてカムバックしてきたんでございますわね。どうでん、これからの季節ね、何枚持っててもいいタンクトップでございますわよ。素材はポリエステル 100% のストレッチ性のあるランダムリムのテレコ素材となっております。ショルダーストラップは太めになっていて、下着のストラップが隠れる仕様となっております。スクエアネックに脇の部分はこのように二重になっていて、汗が目立ちにくいようになっております。割と着用した時に脇にピタッとつくような感じでございます。そして今回改良されたのはこの後ろ身頃でございますね。後ろが幅広ゴムに2本ステッチされているので、よれないところでございます。これならね、去年のタンクトップよりも着やすいんじゃないでしょうか。そして今回はもう1点、はい、こちらでございます。ひなさんと太陽さんの厚底スニーカーでございます。商品情報はこちらでね。実はずっとこの一色使いのスニーカー欲しかったんでございますよ。ずっと待っていたスニーカーでございます。サイズ展開は LLL、 高高幅広設計となっております。フナピーは 24.5 から25.5 センチまでの LL サイズでございます。カラーバリエーションはこちらのチュースダイダイ、アイボリーとブラックの2色展開となっております。お値段は税込み2970円でございます。アッパーの部分はポリエステルのメッシュと構成比較で、ソールは 7.5 センチの厚底となっております。 LL サイズで片足 248g の超軽量となっております。はい、こちらトレンド感あるアッパーよりソールの方がボリューム感のある形で、足元がボリュームがあることで美脚効果も期待できます。一色で統一されているので、カジュアルすぎず綺麗めなコーデにも活躍いたします。シンプルだけどスタイリッシュなデザインでございますわよ。インソールは衝撃を吸収する低反発で、足裏にも優しく、足首に当たる内側もスポンジのようなクッション素材で、
足首にも優しい。レースはポリエステルの柔らかレースとなっております。そしてかかとにはヒールテープ、タンのところにもテープがついております。だからレースをね、こんな風に内側に入れれば中に入り込むようなことがございませんわね。そしてアウトソールはそれほどゴツゴツはしておりません。そしてフナピーはインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。ではこちら、ひなさんと太陽さんのテレコスクエアタンクトップと厚底スニーカーでコーディネートしてみたいと思います。フィールファルバンのキーネックシャツを羽織り、ボトムスはテラさんのデニムフレアパンツに白いサンダルとカゴバッグを持って、改良スクエアタンクトップのモノマネコーデをしてみました。はい、今回フナピーが購入したこちら、ひなさんと太陽さんのスクエアタンクトップでございますわね。え、ちょっと脱いだ方がいい？そうかしら。じゃあちょっと失礼して。はい、164cm のフナピーが LL サイズをアウトで着用したらこんな感じ。今回あえてブラは赤いブラをしております。このようにスクエアネックでお顔周りはすっきり見えますし、デコルテも綺麗に見えます。ストレッチ性もあり、さらりとした肌触りでぴったりしすぎず、フナピーの体のラインを拾いにくいです。太めなショルダーストラップで下着のストラップが見えないようされているわけでございますね。だから下着のストラップはね、見えるかしら見えないかしらって心配する必要はないんでございますわね。だけど後ろがね、少しフナピーのブラジャーの赤いストラップが見えてしまいました。はい、そして改良された後ろの幅広ゴムでございますね。こんな感じで伸び縮みするので脱ぎ着が去年のよりも楽ちんでございます。ただ洗うときはネットに入れて洗ってくれた方がいいと思いますわ。なんかこうそのまま洗ったらゴムが伸びちゃいそうですものね。あと気持ちですが、去年のよりも生地が薄くなったような気がいたします。これはフナピーのね、気のせいかもしれませんけどね。はい、そしてこのように1枚では着用できませんが、シアー感あるトップスと合わせたり羽織物として着用するときに、このスクエアタンクトップが大活躍すること間違いなしだと思います。まあね、お腹くらいはね出せそうですか。どうでしょう。キャッ、すごい二の腕、もりもり二の腕。では次切ってみましょう。ひなさんと太陽さんのアクプリント T シャツに、小町さんのエイミー Q のデニムジャンスカと、持ってるバッグはムムさんのチェーンボストンバッグで、ひなさん太陽さんの厚底スニーカーでモノマネコーデをしてみました。はい、今回フナピーが購入したこちら、ひなさんと太陽さんの厚底スニーカーでございますわね。
164cm のフナピーは LL サイズを着用しております。ちょっと体重はいらないわよ。ゆったりとしたお作りで高高幅広のフナピーとしては嬉しいサイズ感でございます。もちろんインソールや足首の周りが柔らかクッションでフナピーの足にも優しゅうございます。ヒールが 7.5cm とは思えないほどの安定感で軽量なので歩きやすくどんどん歩いていけそうでございますわよ。また厚底だからスタイルアップも期待できそうでございますわね。他の靴屋さんでは2970円では購入できないクオリティにフナビーはびっくりでございます。はい、どうでしょう。それは次行ってみましょう。スクエアタンクトップをインナーにして小町さんのエイミー Q のドロストシアーシャツを羽織り、ボトムスも小町さんのエイミー Q のドット柄プリーツナロースカートに星玲奈さんの 2way バッグでコーデしてみました。プリーツナロースカートのきれいめなスカートに足元は厚底スニーカーでカジュアルダウンしたお友達と近くのランチに行くコーデにしてみました。今回はひなさんと太陽さんのスクエアタンクトップと厚底スニーカーでコーデいたしました。ひなさんの改良スクエアタンクトップでモノマネコーデ、ひなさんと太陽さんの厚底スニーカーのモノマネコーデ、きれいめからカジュアルダウン、お友達とランチコーデ。さてフナピーのお気に入りのコーデは、はい、こちらでございます。はい、これでフナピーのシマパト&コーディネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しいございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。行くわよ、じゃんけんよ。はい、じゃんけんぽい。ナピーはグーを出しました。行くぞ行くぞ行くぞ。今回も太陽さんとひなさんの最強サイズ展開は前方、なんだろうな、今日はなんか、ダメだ。サイズ展開は全店舗で LL と 3L 違う。体のラインを開いにくいですね。開いにくいって言った。聞こえた？言ったわよ。他の靴屋さんだわ。